アラン・ベルセは、スイスの政治家、スイス社会民主党所属。2012年1月1日から、同国の連邦参事会参事と内務省を、2017年度の同国連邦副大統領を、2018年度の連邦大統領を務めた。2011年12月に参事に選出されるまでは、フリブール州選出の全州議会議員で、2008、2009年度には、 議長も務めた。教師と書店主の子としてフリブールに生まれる。ヌーシャテル大学で政治学と経済学を収め、1996年に政治学の修士号を取得した。2005年には国際移民が地域の労働条件に及ぼす影響に関する論文で経済学の博士号を授与された。1996年に ヌーシャテル大学地域経済研究所の助教となった。2000年には、ハンブルク経済研究所に移り、1年間在籍した。2000年から2004年には、フリブール州選挙民議会議員と、その社会民主会派の代表を務めた。2001年から2003年には、ベルフォー村の村議会議員でもあった。2002年には、ヌーシャテル州経済部の戦略コンサルタントとなった。 2003年にフリブール州から社会民主党所属としては史上最年少で全州議会議員に当選し2005年12月には同党の副委員内総務に就任した欧州安全保障協力機構国会議員会議の議員も務めた2007年の再選後は全州議会の副議長と議長を2008年から2009年にかけて歴任した 2011年12月14日、245票のうち126票を得て、ミシュリン・カルレイ外務省の公認の連邦参事会参事に選出された。連邦参事会は7名の参事から構成されるが、このうち2名は正式に社会民主党に割り当てられている。外務省にはディディエ・ビュルカルテが横滑りしたため、ベルセは内務省となった。2017年度には、 連邦副大統領、2018年度には連邦大統領を務めている。ミュリエル・ゼーエンダー・ベルセと結婚しており、三次の父である。フリブール郊外のベルフォーム村在住。経済開発や移民、地域開発などに関する、数冊の著書と30本ほどの論文がある。ありがとうございます。